マオマオの独り言。光年様と堀に浮いていた下女、高級で不審な死が続いている。下女の遺書が見つかったが、彼女が園遊会の犯人なのか。一人になると色々考えてしまう。こんな時は。下女が犯人だとして、塀にはどうやって上がった？動機は？パッ！そもそも、毒はどこで手に入れたんだ？憶測で物を言ってはいけない。また親父に叱られるな。ここで、マオマオの豆知識。南天の実は、麻痺を起こす毒でもあるが、一方で、殺菌作用もあり、咳止めの効果もある。また、その読み方から、南を転ずる縁起のいいものとされている。何にせよ、法然様もあの下女も、浮かばれる日が来るといいが、独り言の域を超えているな。次回、蜂蜜、ザクロキオに潜入することに。